なんかさ、今日エゴサしたらさ、オンデマンドに私のこと、オンデマンドがすごく私のこと抜いてたから、なんか私が卒業発表するんじゃないかみたいな言われてた。てかハルピョンにも言われた。あやなんさん卒業発表すると思いましたって言われた、ハルピョンに。タンポポの決心何かあるのってぐらい映ってました。なんでタンポポで1分ぐらい抜かれてた、やば。どうして、あ、永遠に篠崎さん抜かれまくってもね。なんで私、そ、え、あれじゃない、オンデマのスタッフさんもなんか発表すると思って映したのかな。確かにそれは卒業すると思われる。なんか知らんけど私のとこに何件か今日発表あるのって来たって。なんで、なんか涙目してみたいなこと言ってた。でもタンポポは私結構毎回涙目になっちゃうんです。これほんとなんかいい曲だなって思って歌ってるとちょっと涙目になっちゃうから、だからかな。なんか公演終わった時になんかせーのって言って、せーのって言ってありがとうございましたって言ったら、なんかファンの皆さんおーって歓声上がってて、そう、最後の挨拶はって何もなくて客席から安心した歓声上がるの草。いや本当にそれな、何もなくておーって言われるの結構初めてだったかも。今まで12年やってきて何もなくておーって歓声が上がるのは私結構初めての経験でした。確かに毎日卒業発表ある、間違いない。まあ、そうだよね、今日は公演が気が気じゃないってなんかね、悲しいよね。毎日卒業発表ざわついてた。